はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけど、メンテあったんでちょっとね質問箱の方に答えてみました。で、まああんまり長くやってもあれなんで、だいたい10分ぐらいを目安にですね、質問箱、お答えしたものをですね YouTube でもシェアしていきたいなと思ってます。で、まあジムの使い方だったりだとか、KC カップの走り方だったりだとか、あとは、環境デッキのことについてですとか、その辺についてね、お答えいたしましたので、まあゆるーく垂れ流してもらえればいいなっていうふうには思ってます。じゃあそうだな、まずこれからいきますか。ですね、今ちょうど半額セール来てるじゃないですか、確かに。で、それについてのことなんですけど、ジェム半額セールで知らぬいデッキ強化のためにゴズキを引きに行くか迷ってますと。まああんまり課金はしたくないなっていうふうに思っているそうなんで、まあジェム半額の今しかないと思ってるんですが、まあ収録されているボックスのゴズキ以外のカード、以外がですね、まああんま今後使えるものがなさそうだなっていうふうに思っておられるそうなんですよね。で、プラス知らぬいへの規制強化っていうのも怖いと。まあ環境デッキだったら他にウィッチクラフトもあるんですが、まあ、もっと汎用性の高いカードをジェム半額で手に入れるべきでしょうか。例えば他の候補としては小豆祭3枚目とか供物2枚目とかライラとかあの辺ですっていうところで、まあ書いてくれてはるんですけれども、これね、個人的にそのボックスにもし5月しか、引きたいなって思うカードがないんだったら、ジェム半額セールだったとしてもちょっと引きに行くの怖いかなっていうふうには思ってます。やっぱメインボックスのカード1点狙いって、しかも5月のボックスで多分200パックのやつですよね。あれを行くのはちょっと期待値低いかなと思ってます。クモツってちょっとまだあのメンテ中、まあメンテ開けてるかもしれないですけど、まだ見てなくてわかんないですけど、あれ SR っすよね。 SR とかだったら、まあ封入率が比較的高いのでありかなと思うんですけど、メイン UR の1枚狙いはちょっと怖いなと思ってます。だから5月以外狙いがないんだったら、まあジェム半額でもまあ無理狙わずにね、ドリーム UR チケットとかを使った方がいいかなと思います。でもし1点狙いするんだったら宝くじ感覚で、まあ、120円 UR セールの時ですかね、だとは思ってます。じゃあちょっと次の質問いきましょうか。次のリミットに因果切断は入ると思いますか。これは入らないかなと思ってます。まあ個別の罠にかかるっていうのは結構稀で、しかも、かかってるのは多分狡猾だけかな、罠だったら。あ、まあパルスボムとかも一応あるか、あの辺とかもあるけど、じゃあそれと同じレベルのカードなのかっていうと、因果切断はまあそんなかなと思ってます。はい、因果切断1枚引かれてるからもうゲームが終わるみたいなっていう、まあいくらか対策はできるカードだからさ、そうでもないのかなと思います、個人的には。でしかも追加されたばかりじゃないですか。だから因果切断に規制がかかるっていうことは個人の主観にはなりますけれども、まあ 99% かからない前提で引きに行っちゃっていいんじゃないかなと思ってます。で他だと、まあ上からいきますか。レベル加工 BF のエクストラ7枚目を何にしようか悩んでますみたいな。あー、これね、はるさんっていう人もツイートしてて、リプレイ解説も一緒についてたんだけど、ダークエンドドラゴンが個人的にはいいかなとは思ってます。レベル8の闇属性同士でしか、確か闇属性の中なんかが必要な、シンクロ体なんですけど、あいつって攻守500下げて1枚墓地送りにできるんですよ、モンスターを。まあそうすることで、ウィンダとかそういう霊獣のね、ちょっと破壊したらめんどくさいなってやつとかっていうのを墓地送りにポロンってできるから強いと思ってます。まあ破壊系とかは結構雷切りがいるから、まあそれ十分なんかなと思ってますよ。で、ブラローはじゃあどうなんてところなんですけど、まあブラローはブラマチとかが流行ってたら、まあ先行でちょっと強くなるからいいかなと思うんだけど、まあブラロ通るときって大体雷切りも通るからいいかなと思ってます。で、生体竜は、山 BF とかだったら強いです。例えば、雷切りと、なんか星4とか作っといて、雷切り効果で、一回、まあ、デモチェだったり、ベールだったりとかに無効された後に、その星4と雷切りで生体竜作って、で、ホーク城でもう一回雷切り釣り上げたら、雷切り2連打みたいなことはできるじゃないですか。だから、生体竜って、まあ、普通に強いんですよ。強いんだけど、ただ、
まあレベル加工 BF だし、そのレベル下げて、ライキリのレベル下げてホーク城とかに逃がしたりとかできるから、生体量の役割の部分はちょっとスキルで結構代用できるかなと思ってるんですよ。ってなると、まあブラロかダークエンド、まあいわゆる楕円か、まあキラボシのグラムもいいと思うんだけど、まあその辺なのかなと思ってます。2枚目のホーク城はちょっと過剰かなと思います、個人的には。で、バーミリオンもこれも悪くはない。シムーンゲイルって出て横にオロシ出た時に蓋されたりとかした時に、まあ、バーミリオンとか作れるんだけど、まあこれも同じく、レベル操作するスキルだったら割といけるから、まあ今言った、生体流か楕円かグラム、まあ個人的には楕円が一番いいかなと思ってます。あーごめん、ブラロかダークエンドか、まあブラロかダークエンドに悩む感じかな、個人的には。次、KC カップで何度も金アイコンを取る、強いデュエリストはどんな能力に優れていると思われますか？まあそんなめっちゃ変わってるっていうこともないと思うんですけど、やっぱね、個人的には遊戯王が好きかどうかっていうところになってくるとは思うんですよね。まあ元も子もないこと言っちゃうかもしれないですけど、まあ遊戯王以外も基本的にはどうなんだろうね。俺が好きなのは大富豪とかそっち系だから、まあ、プールが増えないかあれなんだけど、多分遊戯王ってプールを、カードプールをまず覚えることって結構大事だと思うんですよ。じゃないと後ろの伏せカードとかトレンドとかが分かってなかったら、どんだけ頭がいい人でも勝てないと思うんですよね。で、その観点からいくと、やっぱり遊戯王のモチベーションがないとか遊戯王が好きじゃないっていう人は、そもそも遊戯王の練習もしないし遊戯王の試合も見ないしっていう人が多いと思うんですよ。じゃあそういう人たちだってに対してだったら、単純に頭の良さで勝てなくてもモチベで勝てるのかなと思ったりはしてます。はい、なんでそういう意味で練習量が一番大切だと思います。でランク前よりもポイントバトルの方が、まあ、デッキの連動もまあ比較的 KC っぽいし、やっぱポイントバトルする人たちはガチデッキ使うから、でランク前はその悪いって言ってるわけじゃなくて、いろんなアイディアとかもあるからね、いいんだけど、まあ、目的がちょっと違うじゃないですか。自分がこのデッキ楽しそうとか使いたいって思ってるデッキを試しに来るっていう人たちもいるじゃないです か, だからそういう意味ではその KC で勝つっていう点だけにおいては、まあミスマッチなところがあるから、まあポイントバトルがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、僕 の, チームも毎日11時30分からポイントバトルやってるんで、よかったらぜひぜひ来てください。まあリツイートとか僕も見かけたらするようにします。次、クリストロの7枚目のエクストラーク。エクストラーク増えたからエクストラークの質問多いっすね。まあ、個人的にアメトリクス2と、ブリューナクとブラログリガン、ここまで確定で残り2枠どうするかなってところで、まあコーラル、デストロイザムライ、インゼクトロンパワード、グングにいるバーミリオンあたりかなと思ってます。でまあそのワンキル系のデッキが多いんだったらインゼクトロンパワードは強いと思うし、海にするんだったらコーラルとかグングにいるはシステと相性がいいし、で、レイジュとか見るんだったらやっぱ侍強いし、であとはシーステでサルファクナーを墓地から釣り上げたいなって時も、まあ侍があったら変わるしみたいな感じかなと思ってます。まあ、バーミリオンあたりもコーラルとか特に入れるんだったらコーラル と,、星3でバーミリオン作ってとかっていうのもなかなかかっこいい動きできるし、インゼクトロンパワードとあいつジェネックスコントローラー、あっこで、バーミリオン作ったりっていうのもできるから、まあ、バーミリオンも割と使い勝手いいんですよ。まあこの辺から選ぶかなと思います、個人的には。はい、次いきますか。あと1分ぐらいか、あと 1,2 問ぐらいいきますか。じゃあ1個ぐらいいっか。カラクリが苦手なテーマ、これすぐに答え終わるんですけど、規制後のカラクリの苦手テーマっていうのがあんままだ分かってないんですよね。これが苦手かなと思ったやつも普通に踏み越えれるしみたいな、だから今週中には見つけたいかなと思ってます。まあ呼吸ドスプラス罠っていうのは結構苦手な感じもしますけどね。まあそうなるとロイド召喚獣なんかな。でもロイド召喚獣もカラクリが先行取ったらカラクリ勝つしなとかって思ったりもして、ちょっと難しいっすわ。次、ルムはポイントバトルで上位に入るコツや立ち回りなどありましたら教えてほしいです。まあ、これは早いデッキで試行回数増やすことだと思います。まあその KC カップの練習するっていう意味だったら、どっちかっていうとポイントバトルはその勝ち負けっていうよりも、まあ連動の高いデッキと戦えるっていう機会として捉えた方がいいと思うから、まあ1位目指すのも大切だしいいとは思うんだけれども、まあ練習の場として捉えるのが、まあ KC カップで勝つためには実りがあるんじゃないかなとは思ったりはします。
はい、というわけでこれでちょうど10分ぐらいだと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、今回いろいろな質問にお答えさせていただいたんですが、ご質問などがある方はね、質問箱設置してますので、ぜひぜひ、そこに書いてください。で、一応質問箱のリンクは貼っておきます。YouTube の概要欄に、そちら見ていただければ嬉しいです。では今回の動画は以上です。参考になったり、いい暇つぶしになったなっていう人いたらね、ぜひぜひ高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。